本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は大島信頼さんのお金持ちになる人の心理学という本の解説動画より、超意外な角度から切り込むあなたとお金をつなげる驚愕の方法という部分をピックアップしてご紹介していきます。さて、著者の大島さんはお金持ちになるために何が必要なんだろうということを必死に研究する中で、なるほど、人とお金がつながるためには脳のある仕組みを知ることが重要であるということに気づきます。大事なポイントは、無意識の力で嫉妬を回避しお金持ちになるということ。このように言われてもまだピンときていない人多いかと思います。それもそのはずで、お金持ちになるにはという内容の書籍は星の数ほどあり、たとえそういった本をたくさん読んできたという人であっても、本日お話しすることは初めて聞くという方が圧倒的に多いはずだからです。だからこそぜひ注目していただきたいと思います。あなたの生活がかかっている仕事の中の人間関係に苦しんでいる場合、特に見ていただきたい内容になっております。これはとても興味深い内容ですから、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、あなたをお金持ちからどんどん遠ざける元凶の一つとして、他人からの嫉妬があなたの足を引っ張っていることも考えられます。私に嫉妬するようなことなんて何もないけどなぁと思うかもしれません。しかし嫉妬は、今あなたが持っているものや目に見えているものだけでなく、あなたの潜在的な能力に対しても起こるんです。あなたの潜在的な能力を他人が察知できるのはなぜか、それはその人の無意識が自分の IQ とあなたの IQ を自動的に比較するためです。なんと、人間は脳と脳のネットワークによって相手の知能レベルが分かってしまうのだそうです。例えば、IQ160 の人が IQ130 の知らない人を見た瞬間に、その潜在的な能力に反応して敵意をむき出しにする、そんなことが往々にして起こっているそうです。私たちの脳には相手の脳を真似る神経細胞ミラーニューロンがあります。ミラーニューロンは近くにいる人間が感じている緊張感だとか幸福感といった感情を受け取り、それが自分の感情なのか相手の感情なのか見分けをつかなくします。その感情とともに伝わってくるのが相手の知能レベルです。相手と自分の知能レベルの差を感じると嫉妬という発作が起き、人はイライラしてしまうんです。すると嫌な目にあったりします。例えば、電車に乗るとき、路線によって緊張する電車とそうでない電車があったりしないでしょうか。それはミラーニューロンで通じた脳のネットワークにより、周りの人たちがあなたとの知能差を受け取り嫉妬されているからと考えることができます。あるいは職場で嫉妬されるようなこともないのに、なぜか目の敵にされるということが起こるときは、周りがあなたに成功する可能性があると感じて嫉妬し、こいつは生意気だ、なんかムカつくとあなたのことを攻撃している可能性も考えられます。現代の科学ではネットワークの周波数、つまり人間の脳と脳がつながっているスピードは測れないとなっています。となると、それは光よりも速い可能性も考えられ、光より速いとなると時空を超え、未来の成功した相手の脳につながって嫉妬するという仕組みがあるということも考えられなくもないんです。未来であなたが成功してしまうから、その成功する状態を事前に嫉妬されている。そのために他人から攻撃され、チャンスを潰され、お金がたまらない、あるいはお金を稼げない、何も成功していないという状態になってしまっているのかもしれません。嫉妬の影響を受けている人には共通の特徴があります。例えば、感情面での共通点は、1、感情に流されて損をしたことがある、後悔、2、不快な感情がなかなか消えない、怒り、憎しみ、3、突然不快な感情に襲われる、フラッシュバック、こういったものであり、これらはすべて嫉妬の影響を受けています。あなたに対して誰かが嫉妬したら、その人の惨めさと怒りに満ちた感情が脳のネットワーク、ミラーニューロンを通してあなたに伝わってくるんです。しかし、
あなたの脳はそれが相手から伝わってきたものだということが分からず、相手の感情を自分のものにして自分が惨めで怒っていると思い込んだ結果、ブチ切れたり破壊的な行動に出たりして損をしてしまうんです。著者が出会ったある一人の女性の話をしましょう。その女性は大手企業で働いていたんですが、美人で頭が良く優しい性格であることから周りから嫉妬を受けて精神的に参ってしまい退職することになりました。その後の職場でも嫉妬を受け転職を繰り返します。最終的には近所のスーパーで時給900円の仕事をするんですが、店長やスタッフから仕事ができない、あなたを見ているとイライラすると言われる始末。その女性は自分がダメだから仕事が続けられなかったと本気で思っており、嫉妬されて落ちてしまったことに全く気がついていなかったそうです。しかし後に周囲の嫉妬の発作と心のダメージのことを知って、心のダメージの治療をしたらあっという間に高いところに羽ばたいていったそうです。この女性のように嫉妬された側は嫉妬のダメージによってその人の本来の能力に見合っていない賃金で働くことになってしまっても損をしているとは感じません。なぜなら精神的なダメージを受けて自己肯定感が下がってしまっているからです。嫉妬を浴びれば浴びるほど精神的なダメージで金銭的に損をさせられる、お金とあなたの仲が引き裂かれてしまう、そんな恐ろしい仕組みになっているんです。さてここまで聞いて自分は他人の嫉妬の影響を受けているかもしれないと感じた人は、これからどうすればいいのでしょうか。どうすれば嫉妬の影響を受けずに済むのでしょうか。ここであなたを助けてくれるのがあなたの無意識の力です。無意識の力を借りるには意識的に嫉妬の影響から自由になりたいと強く思うこと、やることはそれだけです。すると無意識の力があなたの願いに対して働いて、あなたがその方向へと進むようにと働きます。自転車に乗るときにまっすぐ走りたいと意識すれば、無意識が自動的にハンドルをコントロールしてくれるように、意識で嫉妬から解放されて自由になりたいと思えば、無意識が勝手にあなたを操縦し、いつの間にか嫉妬がなく自由な世界へと誘導してくれるんです。無意識の助けを実感するには、相手は自分の何に嫉妬しているんだろう、自分のどんな態度が嫉妬を招くのかなといった細かいことよりも自分が進みたい方向を意識しましょう。ですから嫉妬のない世界で自由に未来の自分を生きたいとすると、無意識はその方向で働き、嫉妬を浴びる日々からあなたを解放してくれるでしょう。著者は会社の上司から目の敵にされて長年悩んでいるという女性に出会いました。彼女は嫉妬から解放されて自由になりたいと意識し、嫉妬のない方向をまっすぐに見てみたところ、あることに気づいたと言います。それは上司に足を引っ張られて、足を引っ張る上司の方向ばかりを見てしまっていたということです。以後まっすぐ自分の進みたい方向に進めばいいんだと意識して仕事をするとものすごく集中できるようになったそうです。不思議と上司の言葉が頭に入ってこなくなり、雑談もなくなったと言います。そして無意識の助けによって自分が進みたい方向でどんどんと成果を出し、周りからの嫉妬からも自由になり、生き生きと仕事ができるポジションに昇格していったそうです。著者自身も日頃から嫉妬の影響を受けないように、嫌な気分が湧き起こるたびに自分の中で嫉妬から解放されて自由になると意識的につぶやくようにしているそうです。すると自分の進みたい方向をまっすぐ見れるようになり、無意識が助けてくれているのをしっかりと実感できていると言います。あなたは嫉妬されやすい人なのかもしれません。素晴らしい才能があるのに他人からの嫉妬の影響を受けて何もかも自ら破壊してしまうように突き動かされているのかもしれません。なぜか人生がうまくいかない、なぜか嫌な目ばかりに遭う、ついていない、そんな人は他人からの嫉妬の影響を受けている可能性も考慮し、嫉妬から解放され自由になるということに意識を向けてみてはいかがでしょうか。また嫉妬されやすいという人は次のことにも気をつけると良いでしょう。あえて自分を下げるような行動を取らないこと。嫉妬されやすい人は必ずと言っていいほど
自分には人から嫉妬されるようなものは何もないと思っています。そして自分自身が攻撃されないようにあえてダサい格好をしたり化粧をするのをやめたりします。でもそれは実は逆効果です。ダサい格好やノーメイクを選択するのは周りよりも弱者になります。しかし潜在能力は変わらないのでかえって弱者のくせにとこの人が成功したらムカつくなどと嫉妬される対象になってしまうんです。このように嫉妬されたくないと思っているからこそ逆走してしまったりするんです。人前で自分の短所や弱みを本能的に口にするのも嫉妬されないようにと思ってやるんですが結果的に自分よりも下のくせに私よりも優れたものを持っていると相手を嫉妬させてしまうことになるんです。そうして嫉妬のターゲットにされればされるほど自分には嫉妬されるものは何もありませんの主張がエスカレートし自分を大切にできない思考パターンに変わっていってしまうんです。それでは3件の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、あなたがお金持ちになれないのは他人からの嫉妬があなたの足を引っ張っているからかもしれない。ミラーニューロンによって相手と自分の知能レベルの差を感じることで嫉妬という発作が起き人はイライラしてしまう。そのために他人から攻撃されお金を稼ぐチャンスを潰されている可能性がある。ポイント2、あるいはあなたに対して誰かが嫉妬したらその人の負の感情をミラーニューロンを通じて受信し相手の感情を自分のものにして自分が惨めで怒っていると思い込みその結果ブチ切れたり破壊的な行動に出たりして損をしてしまっていることも考えられる。ポイント3、嫉妬の影響を受けないようにあなたを助けてくれるのがあなたの無意識の力である。無意識の力を借りるには日頃から意識的に嫉妬の影響から自由になると強く思い嫌なことが起こるたびにそれをつぶやくようにすると良いだろう。自分の進みたい方向をまっすぐに見るようになり無意識が助けてくれているのを実感できるようになるはずだ。さて切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますのでぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。